同盟通信社、社団法人同盟通信社は、かつて日本に存在した社団法人の通信社である。1936年に発足した同盟通信社は、1945年の時点で、本社は総務局、編集局、通信局、経済局、調査局の5局27部に区分され、国内は6支社、62支局を抱えた。国外には、 中国、中華総社のもとに三総局二十三支局、アジアは南方総社の下に七支社二十三支局が形作られ、国内外合わせて約五千五百人の社員がいた。ニュースを収集料理のするための通信網は、長距離専用電話は約七千キロに伸び、地方専用回線は百十七回線、予約電話はた日に五百八十四通話、 同盟のみに許された無線網もアジア全域に張り巡られていた。同盟が毎日両布するニュースは、政治、経済、外信、東ア、社会、体育の行数を合計して、新聞1日に掲載し得る行数の約2倍であった。日本語、中国語、英語、スペイン語、フランス語の通信を放送。占領地域の新聞社のニュースも同盟発となった。 ニュースサービスを行う同盟の活動目的は新聞通信社へのサービス、経済界へのサービス、そして国会へのサービスであり、具体的には海外局を中心として太平洋戦争における外国情報の収集、収集した情報の国内両布、日本の主張及び国内放送の対外放送を行った新聞人の伊藤正則は新聞50年史において この放送伝報1万6000語こそ日本が最も力強く前回に向かって語り得る我が国の声であるとしている。一藤の発言後も対外放送は拡張し、1945年での放送伝報はおおよそ5万4000語となっていた。1932年9月、斉藤稔内閣が外務省、陸軍省、参謀本部、海軍省、軍令部、 内務省、低新省、文部省からなる情報委員会を設置。各省庁の代表を出させる形で委員会を組織したのはメディアを積極的に活用するため利害や意見の異なる省庁が一致団結して総力戦を遂行しようと決意したことによる。1931年の満州事変を契機として日本は自らの立場を世界へ訴え国際理解を 増進させる方針を選んだ。そこで武器となるのが世論を形成する新聞。その新聞にニュースを提供する通信社である。委員会は、独占的に便宜特権を与えた通信社を創設し、正確公平なニュースを収集編纂させ、提携先の国外の通信社を通じ国際世論を動かすという結論に至った。外国の信用を得るため通信社の形態は、 自治機関とする方向性も固まったが、完成によらない通信社を行政がチェックできる仕組みも必要だった。情報委員会及び内閣情報局は対外宣伝の政策決定において重要な役割を果たしていく。この新通信社は具体的には新聞連合と日本連邦通信社を合併させ新通信社を作ることであった。 外務大臣の内田光斎は連合と電通の合併に関するした工作を田中と吉に依頼した。新聞組合である連合の専務理事岩永祐吉は国家代表通信社創設を持論とし合併には賛成だが電通は有料な私企業で社長の三永長星尾の面目もあり慎重であった。日本新聞年間昭和9年版は以下のように伝えている。 満州国で国営の満州国通信社が巨大の成績を上げると当局は日本でもメディアを統制する意思を固めた。しかし新聞に手を出す時期ではないと外国の通信社よりニュースを購入し国内の新聞社に売る外伝を商う通信社から取り込もうとした。通信社の側から見ると電通と連合は競合していたが双方とも体力を消耗していた。連合は 相当高くの補助金をもらっていたとされるため、もし補助金を切られると運営資金は、組合員である、新聞社の負担金だけになるが、それだけでは設備投資や運営コストが足りないため、ニュースサービスの質も悪化する。一方、電通は兼業する広告代理店業は、余裕があるが、通信社としては、財政事情が苦しいと、年間は見ていた。両者に共通することだが外国からのニュース、 電報利用は膨大なコストであり、支払いは、為替の変動によりさらに重荷になった。満州事変以降は、外電のニュース需要が高まる中、株式会社である電通は高い株主配当を誇る、有料企業だが、同時に連合以上に営業バランスを考慮しないとならない立場にあった。そこに、国からの圧力が加わった。交渉は、電通の買収費用の期などでもめたが、 最終的には、生産費用200万円。三つ長は、貴族院議員に直線するとして、妥協案が決まった。1933年11月に、電通から国家的検知により、通信並びに広告に関する事業を新通信社へ、譲渡する制約書が出された。つまずきは、新通信社の設立費用400万円の、年出方法で始まった。 当初は陸軍省の機密費を充てるつもりであったが、新聞社側が軍部の介入を許すと反対。次に外務省が臨時外交工作費として予算計上しようとしたが、大倉省の査定で削られた。財界よりの出資案も出たが財力で介入するとして反対されこれも失敗した。ここで後継内閣の岡田啓介内閣で、定信大臣の床並武次郎は、 自らが干渉する日本放送協会より有資圧線をするミリに新通信社に放送協会の加盟を認めさせるアイデアを外務省に持ちかけた。新聞会は取材網のないラジオに対してニュースを提供していたが妨害工作を繰り返し放送協会の子守、七郎会も頭を悩ませていた。1934年10月、放送協会理事会は有資を承認した。 この時、電通の制約書提出から、ほぼ一年が過ぎていた。設立費用の問題も目途がついた12月、徳並と外務大臣の広田光輝は、全国有力新聞と放送協会の代表を、招いて、創立協議会を開くことにした。開催の直前、三永の代理として、徳富祖法が広田を訪問した。この日本における最大のオピニオンリーダーは、 三つ長と同郷で信仰が深かった。徳富は、電通と関係している新聞の理解を得るために、時間をもらいたいと開催の延期を申し出た。徳並みと、広田は申し入れを受けて、協議会の延期をしたが、その直後に、地方紙の一部から、合併反対の運動が起こった。運動は広がりを見せ、電通自身も、客観情勢の変化を理由に制約書の取り消しを、 申し出て収集がつかなくなった。新聞社は独自の取材網で紙面を構成できる全国紙とそれ以外の地方紙に分けられた。里見治の新聞統合によると1927年の発行部数は全国紙は朝日372万2848部、毎日344万4517部。 読売は175万5222部に比べ、地方紙は大手でも、新愛知17万、北海タイムス15万7千、神戸新聞15万、福岡日日13万千と、桁違いの格差があった。東京、大阪といった都市を中心に読者を集めて、市場を河川化した、全国紙と比べて、1県に2つ以上の新聞があった時代に、地方紙は、 同じ地域で読者の獲得を争い、また、政党の機関紙として、声優会や民政党と深い関係にあり、経営陣には有力な政治家や、オピニオンリーダーが存在するなど古い体質を、残していた。電通連合の合併問題については、全国紙は賛成であった。全国紙にとり通信社はあくまで補助的な存在であり、単一通信社からのニュースは、 地方紙の紙面の単一化につながり、読者の興味をそぎ販売競争で有利に働くからである。地方紙としては合併賛成派は少数であった。これは紙面の問題もあるが、広告代理店業を兼業する電通を離れ全国紙と同じ傘の下に入れば収入の柱である広告は全国紙に比べ部数の若い地方紙に不利に働くのではという危機感があった。 さらに全国史の振興による反発も加わった。合併賛成派の田中と吉、下村博高石慎五郎が外務省、低心省、日本放送協会を訪ね設立の具体案を示して、設立を促した1935年1月24日に、大阪朝日新聞は、文字支局を九州支社と解消し、2月1日には、大阪毎日が文字に、 西部総局を設置して、新聞印刷を開始した。販売競争に巻き込まれた福岡日日だけでなく、次に標的となるかもしれない中京、東北、北海道の地方市にも、危機感を持たせ、事態を先鋭化させた。争いは議会へも飛び火して、2月の貴族院予算委員会でも、広田大臣が答弁で新通信社設立の意思表示を示せば、 議会閉会後に共に議員である新愛知の小山少女、北海タイムスの東部が反対決議を政府に手渡した。メディアを二分する争いに決着をつけるため5月9日、政府は新通信社設立の懇談会を開いたが、合併反対派は出席しなかった。懇談会出席者は創立準備の意見で一致。11日に帝国ホテルで第一回の準備委員会が開かれ、 集まった18社の代表は新進社を同盟通信社と命名した。反対派の小山、東は地方新聞を集めて10日会を結成し、反対運動を展開。5月16日、51社の地方新聞を集めて反対大会を開催。三永は、私の心境は絶対に変わらぬと宣言。反対決議と新通信社不参加声明が、床並み。 広田に手渡された。内閣は賛成派の社団法人の認可申請の提出をとどまらせ反対派の説得工作を行ったが不調に終わった。7月2日、社団法人設立申請の手続きを行った賛成派は強引に規制事実を積み上げようとしたため今度は認可を出さない政府側と倹悪になった。この年の6月、陸軍は 高度国防国家のため新通信社の設立に協力する意思を外務省に知らせた。6月24日、外務省、陸軍省、海軍省からなる情報委員会の特別委員会、賛成委員会が立ち上げられた。電通寄りだった陸軍省と連合を支援してきた外務省が新通信社設立後の指導監督権を互いに睨みながら、ここで手を結んだ。 常並みの次に、停身大臣となった、も月圭啓介は、両派の圧戦に努め合併の意思を確認すると11月7日、社団法人設立の認可を出した。社団法人設立の発起人は連合の合併意思と、手順を確認したが、電通からは確たる返答がない。12月2日、電通が出した結論は、通信並びに広告に関する事業を譲渡する。 制約書の内容を繰り返したものであった。具体的には、電通の通信部は、同盟二条とする。電通の広告部はそのまま日本電報通信社として、存続させるものである。発起人側と電通の交渉は、一進一退が続き、ついにしびれを切らした。発起人たちは、電通はそのままに連合のみで、同盟通信社を発足させることに決めた。12月28日。 国際放送電報規則が改正された。ニュース無線電報の外国への発信及び外国からの受信は同盟以外には認めないため、電通は強制的にアップとのニュース契約を断ち切られた。1936年1月1日、連合をもとに同盟通信社は発足したが、同盟の業務を開始してからも電通との競合は続いた。1月9日、田中と吉、 勝利木松太郎、小形武虎、小森七郎は最終案として、電通の通信部長と電通の売学増資分を同盟持ち株とすること等を三つ長と上田博さんに示した。同盟が電通の株主となることで、両者は姉妹会社となる。一月二十日に三つ長は交渉打ち切りと白紙還元を通達して事態は元に戻った。この十七日後、 2.26事件が起きた。クーデタスイ事件の勃発に政府は大乗案を捨ててでもニュース統制を貫徹すべきと認識に立ち、電通と支持者たちも圧力の前にさらされた。3月20日、停信大臣、田野茂木葛は政府再提案を出して同盟。電通ともにこれを承諾。6月1日、電通の通信事業は同盟に引き継がれた。 連合軍総司令部の占領政策が始まってからも、同盟は活動を続けていた。新聞通信へのニュースサービスは同盟の活動目的であり、新聞が発行される限りニュースの収集量布を続けていた。1945年9月下旬、AP 通信の総支配人、ケント・クーパーより、勝利期末太郎へ当てた電信が同盟へ誤配され、そこには朝日、 毎日、読売の三社だけで新通信社を創設する計画に AP も同意すると返事だった。具体的には、朝日から千葉雄二郎、細川隆源、毎日からは高田元三郎、工藤新一郎、読売から高橋雄才が加わり、同盟の常務理事である植田博さんに経営をさせる計画である。上植田は1909年に日本電報通信社に入社。 同盟との合流時に常務理事となった経歴を持つ。合併の後も、同盟内部では連合と電通の派閥が存在していた。同盟通信の社員であり、同社の理事会メンバーでもあった朝日、毎日、読売が新通信社結成に動いたのは当時、連合軍総司令部が同盟を潰すという噂が広まっていた点にあった。毎日新聞社の高田元三郎は、 同盟からニュースを得ていた地方紙のために新通信社を作ろうとしていたと説明をしているが、里見治のニュースエージェンシー同盟通信社の公房、更新書は高田説を否定して全国紙と地方紙の販売競争が再開された時、全国紙が新通信社を握ることで地方紙を抑えられる狙いがあったとしている。しかも新通信社は外伝専門とすることで、 これまで同盟から得ていた国内ニュースが地方紙に入らなくなることを意味していた。また全国紙は同盟及び社長の古野之助へ反感があった。伊藤正則は新聞50年史で同盟を取り巻く感情を説明している。誤廃事件の起こる少し前になる9月14日、連合軍総司令部より同盟へ即時業務停止の命令が伝達された。 翌日の正午に命令は解除されたが、対外電信放送、海外の同盟特派員からのニュース差し止め、社内には100%の検閲制度を設けると申し渡された。総司令部の新聞課は同盟の対外放送は禁止したが、外国通信社とのニュース契約をするの差し支えなしと説明した。しかし明らかに歓迎はしていなかった。AP 通信アップ。 INS は同盟とのニュース契約の確かな返事をよこさなかった。反対に9月より朝日は AP 通信、ニューヨークタイムズ、毎日はアップ、読売は INS、AP 通信が紙面に掲載された。それはすべて新通信社結成の運動が背景にあると同盟側は認識した。ここに至り同盟は自ら解体し全国的な 通信社を新たに創設する方向へ動いた。具体的には同盟の活動目的である新聞サービスと経済サービスを別々の通信社に分割して縦割りの仕組みを作るという結論になった。連合軍総司令部の独占禁止という政策にも、沿い、電通連合時代のような競合もないため、とも倒れすることがないのがフルノの見通しだった。解散のタイミングを図っていた。 同盟首脳は9月24日、連合軍総司令部が同盟の特権を剥奪する、声明を出すという情報を得た。古野は、長谷川祭司と共に連合軍総司令部新聞課に、フーバー大佐を訪ね同盟は、自主解散をするため、理事会、総会を開いて、事務処理をすると通告した。10月には、全国紙の新通信社構想を持ち、法師を味方につけて、主導権を奪い、 上田から伊藤正則にトップを交代させ、外伝専門から総合通信社へ変更させた。生産する上で、財政的には借金がなかったが、当時の同盟社員は海外を含めて5500人いた。この難問に来るのは伊藤と共に、長谷川祭治を経済サービスの通信社の社長に就任するよう説得した。当初は断った長谷川は海外にいる二千人の、 仲間を助けて欲しいという古野の言葉で引き受けたが、納得できるものでもなく、これが両者の確執にまで発展する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。